会計です。今回はこれは本当か、カイノはトレードを希望していたということでですね、今回はですね、カイノ投手人的保障でライオンズに来ることになったんですけれども、以前からね、ソフトバンクに対して、トレードで出してほしいっていうふうに希望していたみたいな、情報が出てきたんですよね。これは本当なのかどうかというところも含めてですね、簡単にこの件について話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということで、カイノがトレードを希望していたってことについて話していきたいと思うんですけれども、週刊プッシュの記事でこんな内容のものがありました。ソフトバンクは結構ね、生え抜きに対しての対応が良くないっていう風にいろいろと言われているんですよね。でそれはやっぱりこう選手の中でもやっぱ感じている部分があって、非常にねこうソフトバンクは結構ね、生え抜きの選手を、厚労者をね、簡単にこう戦力外にしたりだとか、ちょくちょくね、毎年生え抜きの選手が保留していたりだとかっていうところで、その中で、やはりこう補強の選手に対してはめちゃめちゃ大金を払ったりだとかっていうことをやっていて、生え抜きの選手がね、あんまりその球団に対して、よく思っていない部分があるということは書いてあるんですよね。で、カイノ投手もその一人で、そこに対してずっと以前から、トレード移籍を希望していたっていう話が、週刊文春の情報によると出てきました。正直これに対してはね、週刊文春なので、そんなに信憑性は高くないですし、今のね、このソフトバンク結構叩かれているっていう波に乗って、行ってきてる説が非常に高いんですけれども、正直言ってね、カイノ投手の真意っていうところは不明なんですが、一個まず言えることとしては、やはり確かにソフトバンクの対応を見ていると、そういう選手が出てきても僕は仕方ない部分はあるかなというのが、まず一個思ったところではあります。確かに、ソフトバンクは生え抜きに対しての待遇っていうのが、全体的にやっぱ良くないですよね。で、まずやっぱ一個言えることとしては、その和田投手の、今回のプロテクト漏れっていうところですよね。もう和田投手って本当にソフトバンクのレジェンド中のレジェンドと言っても過言ではないですし、で、もうバリバリね、昨シーズンも、それなりにね、こう投げて、活躍を残してソフトバンクの戦力の一人と言っても過言ではないんですよね。ただ、そんな投手を、プロテクトから外していたっていうところ、ここに関してもやっぱりベテランだったりとか、功労者っていうところを、ちょっと軽んじている部分が垣間見えるっていうのもありますし、あとはやっぱり保留者っていうのも、この奥の契約公開でも、ちらほら出てきていたというのがあります。だから、このね、一連のソフトバンクの、流れ動きっていうところを見ていくと、全然ね、その球団に対して、そういう不信感を抱いている選手が、出てきても、全然おかしくはない状況なのかなっていうのは正直ではあります。だからもしかしたら本当にカイノ投手もそういうふうに思っていて、球団もそれを垣間見て、今回の人的の選出っていうところにも影響していった可能性っていうのもね、なくはないですよね。カイノ投手がそもそもプロテクト内だったのか外だったのかっていうところは分かんないけど、もしプロテクト内の選手だったとしたら、ライオンズとソフトバンクの中で、和田投手を挙げれないから、じゃあプロテクト内の選手誰か挙げますっていうことになってなった時に、カイノは以前からもう移籍したいっていうふうに言ってたから、じゃあカイノにするよっていう話がね、出てきてても全然おかしくはないし、そういう可能性もなくはないかなってところですよね。ただね、ちょっとここに関しては、正直別に本人が言っていたっていうわけではないので分かんないんですけれども、ただね、ライオンズファンとしては、何よりカイノ投手が、来てくれることがもうとにかく嬉しいというふうに僕は思っておりますし、本人もね、移籍に対してそんなに後ろ向きな感じではないので、ぜひね、悔しい気持ちもあるとは思いますが、それはね、ライオンズのユニフォームを着て、ベルーナドームで存分にね、ぶつけていってほしいなというふうに思っております。僕としてはもうとにかく海野投手を応援していきたいっていうところがあるし、ソフトバンクの対応を見ていると確かにそういった選手が出てきてもおかしくないなっていうところではあるので、皆さんもね、ここに関してはいろいろ思うことあると思いますが、ぜひコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。以上です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。Twitter も毎日更新しておりますので、概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございました。